皆様、今日はね、最後の大糸桜ですね。もう満開ピークやね、これ。はい。こうしてね、あれも組まれてね、足場も組まれてね、倒れんように。はい。まあ、全体がね、この入れへん。大きすぎてね。ちょっとバックします。よいしょ。あんな上でも駐車場あったやな。ちょっとそれは気をつけ。よし、まあこんな感じだね。でもう人がだいぶ来てます。で駐車場ここですけどね、もう突っ込んできてもあれやし、ここの先に、ね、登ってくる手前にもありますんでね、そこで止めてもらった方がいいですわ。あそこは墓場の人の駐車場かな。ピンク色のね、桜も咲いてますね。ちょっと桜へだんだん歌が、まあこれぐらいだったら著作権に引っかかるのかな、僕はね。ね。よいしょ。ひまわり油とかね、販売もされてますね。ジュースとかあったらいいけどな。よし。山にも桜が咲いとるね。おさよんが迎えてくれますね。おさよん。まあダイナミックやね、これ。今がちょうど満開ですね、これ。ピークです。やっぱりしだれてるからね。下から見上げるのと上から、やっぱり下から見上げる方が綺麗。これは紅しだれと書いてあるな。綺麗ね。よし。針間一本通りね。ピンクと白と両方入れようか。盆栽ね。なんとか温度って書いてあるだね。花かしぶきか大糸桜。なんか温度があるみたいですよ。山本なんとかさんの。はい。これね、ちょっと読んでいてください、皆さん。根回り8メートル、高さ13メートル、樹齢300年ね。3月下旬から4月上旬。はい。これが誰が上っていうのはちょっと書いてあるんですけど、興福寺本堂。ちょっとな、まあ光って見えにくいと思いますけどね、ちょっと読んでみましょうね。今の状況はこんな状況だということでね。これ他にもいろんな木があるよね。これカリンやて、これカリンらしいですよ。日本の糸桜もざーっと見て帰ろうか。はい、皆さんね、写真撮っとる。スタンプもあるみたいね。岡本のこれは頑張ってるな。
それがお堂の中がね、ご本尊は阿弥陀如来やってね。まあなんかこう書いてあるからね、あれもちょっと見とこうか。なんか糸桜のこれ何代目かやろね、多分ね。ちょっと太陽の光眩しいけど、はい。でお手洗いここにありますしね。はい、大体分かっていただきましたか、ね、はい、という感じですね。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければまた高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしたいですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。